かっこよすぎるってマジで。武人騒動、うん、かっこよすぎ、うわ、おい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 、桜井慶和。こんにちは、スタルケルです。今回レビューするのはこちらです。プレミアムバンダイ限定リボルブチェンジフィギュア、仮面ライダータイクーン武人ソード&ナッジスパロー&ロポ&ハクビセットです。それでは見ていきましょう。ということで、いや、これめちゃくちゃ楽しみにしてました。この仮面ライダーギーツで個人的にやっぱ武人ソードが一番ね、あのビジュアル的にもストーリー的にもね好きなので、はい。でさらにこのハクビ、ロポ、ナッチのこの頭部ね、ここのヘルメットも出してくれるというこの心意気ね、ありがたいです。はい、じゃあちょっと開けていきましょう。中身が、うわ、え、刀えぐ、すげえ。あ、でこの手首の替えパーツとかも入ってるんですね、おもろ。へえ、ちょっと中身見ましょう。はい、中身が、まあ、こんな感じになっているということでね。はい、じゃあ取り出していきましょう。中身を取り出すとこのような感じになっております。武人ソードのヘルメット、ロポ、ナッチ、ハクビで、武人ソードの上半身と下半身で、この武器の武人、この鞘に収めてるバージョンと、この鞘から抜いた刀バージョンですね。で交換用のこの開き手が両手と、この鞘を持つ用の、はい、左手が1個、そしてマントが入っております。ということでね、早速ちょっとまずはこの武人ソードからねちょっと見ていきましょう。これこの、 あのリボルブチェンジフィギュア買って初めて気づいたんですけど、武人ソードの下半身ってこの忍者だったんですね。この忍者を黒くしたバージョンだったんですね。ちょっと僕ちょっとちゃんと見てなくて、今までこういうさ、このリボルブチェンジフィギュアとかのこの立体物を買うその楽しみとしてさ、この造形をよく細かくこう見て発見があるから楽しいですよね。もうあの、ね、めちゃくちゃこう見てる人だったらもう気づいてたかもしれないんですけどね、僕はこのフィギュア買って初めて気づきました。ほら、これ一緒なんだよね、忍者。おもろいね。はい、ということで、じゃあちょっとやっていきましょう。いや、この武人のさ、上半身がマジでかっこよすぎるんだよね。この胸とかさ、とこの肩のこことかさ、めちゃくちゃかっこいいと。はい、そしてここ、はい、くっつけることで、はい、このベルトが完成しますと。で、下のやつは後ろにくっつけて、でここもね、はい、こう回転させて畳んで、この下半身はもうあの忍者とね同じなので、忍者と同じように変形させれば OK ですね。はい、でこうやっていくと、はい、これでまあ大体あの体がね出来上がってきましたと。はい、で次このマントね、マントはここのこの突起が2つあるので、ここの穴ね、はい、両サイドの穴に差し込んであげます。ここをまずグッと引っ張って、こう反対にもポケット入れてあげると、はい、結構ねこのマントがこう分厚いというか、はい、なんか固め、うん、軟質なんだけど結構固めの、うん、材質になってていいですね。はい、でこうなりましたと。でそしたら最後このヘルメットね、かぶせてあげれば、はい、これで武人ソード完成になります。どうですか、かっこよすぎるってマジで。武人ソードかっこよすぎる。この黒に黄緑のこの差し色、僕あのこの武人ソードに限らずこの配色めっちゃ好きなんで最高ですね。いや、でほらこのね、タイクーンと比べるとこの目の部分がだいぶバイザー変わってますね。なんかあれあれみたいだ、あのやべ、ちょっとど忘れした、あの灰色の灰色のジェットになれるやつ、はい、あれみたいなんです、うん、
バイザーしてますね。で、これね、はい、これはこの状態だと持たせられないので一旦ここを外します。はい、こうやって外して、で、これこっちは別にボールジョイントのあれとかじゃなくて普通にこうなんか差し込む感じになってます。これでいいのかな。はい、で、そのままこうスッとね、はい、入れてあげればこう鞘をね持たせることができると。はい、おい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 、桜井圭はちょっとかっこよすぎるって。これお桜井圭は、おい、これが俺の求めてた仮面ライダーだってみたいなね。いやマジでさ、ケケラさ、最初めっちゃ良かったけど、なんかどんどん本性をね表していきましたよね。はい、あ、でこう持たせたら、こっちのね刀持たせたら、この持ち手をこう外してあげるとこう抜刀したみたいなね、抜刀祭になるんで、はい、こんな感じで。いや、かっこよすぎる、これはさすがに。はい、ちょっとこの刀身がさ、ちゃんとこのシルバーで塗られてるっていうのがまたいいよね。いや、てか塗装細かいですよね、本当に。こんな感じで、あ、で、このね下の下半身の忍者の部分にはこの、見てください、はい、この黒いやつをここにやってるっていうね、ちゃんとタイクーンのあのやつが、うん、あの本当は黄緑のやつなんだけど、武人ソードは黒っていうねのがあるんですよね。おもろいよね、ちゃんと本当忍者なんだなっていう。いや、でさ、あの旧ツイッターで見たんですけど、あの忍びって感じあるじゃないですか、あのそれの忍びの心がなくなって刃になったみたいな、あのツイッターって、うお、その解釈最高かって思いましたね。ちょっと確かにと思って、無人ソードね、忍者だったのがさ、タイくんこの忍びからこう刀を持つようになったっていうね。なんかギーツって結構そういう考察の要素ありますよね。うん、なんかエースがアナグラムでイエスになってこう転生するみたいな、なんかいろいろとはね、なんかね、うん、まあその考察でしかないけど、うん、公式からは特に何も言われてないから、うん、だけどそういうのもおもろいよね。はい、でこっちの手もちょっと変えてみようかな。はい、この開き手にちょっとしてみよう。この開き手にするとなんかどこれ持ってるのかな、開き手、あ、開き手だと持てないな。こんな感じの抜刀ポーズいけるんじゃないか。あ、これじゃないか、こっちの方がいいか。これをこうしてあげて、これちゃん、あ、そう、向きがあるんだよね、これちゃんと、こうやってちゃんとした向きじゃないとつかないんで、はい、こうやって抜刀するこう瞬間みたいな。はい、うわ、かっこよすぎ、うわ、かっこよすぎる、マジで最高だね、本当に。え、このままなんかいけるんじゃない、これこうやって両手持ちさせれば、うわ、いける、これ送りバントいけるね、すげえ、こうやってカチャンってね、うわ、スクイズできるよ、うわ、素晴らしいね、本当に。いや、この交換用手首の汎用性がやっぱ高すぎるね。いや、で、なんかね、ちょっと重いんだよね、普通のこのリボルブチェンジフィギュアより。やっぱり、え、マントなのかな、シンプルに全部 なんか分厚い気がする。しかもなんかどこも全部渋いのね、この何稼働する関節とかボールジョイントとかが、だからめちゃくちゃポーズ取らせやすい、最高だね、本当に。いや、マジ無人ソードかっこいいからな。はい、で、まあこんな感じで武人ソードですと。で、いや、個人的に武人ソードね、このバッファと戦った時に余裕でね、あの邪魔神になったバッファに痛めつけられたから、そのこの普通のバッファを普通にこうジャキッとこう倒してるシーンめっちゃ好きでしたね。まあバッファもねめっちゃ好きなんだけど、うん、いや、でもこの武人ソードはねちょっとかっこよすぎたね。はい、まあという感じで、あ、ちょっともうちょっとこの武人ソードをさ楽しもうか。
せっかくだからこの武人騒動、もしも桜井キューバーじゃなくてこのハクビ、お姉ちゃん、お姉ちゃんだったらっていう、はい、うわお姉ちゃんでもなんか普通に黒だからさ合うよね、普通に合うんだがお姉ちゃんでも、はい、いやこうやってさお姉ちゃんもはい武人騒動にすることができると。お姉ちゃんの変身ポーズめっちゃ好きなんだよね、こんな感じの可愛いやつ、はいはい、あいけた、うん、武人騒動ハクビバージョンね、お姉ちゃん闇落ち、はい、いけますね、余裕で、ありありあり、はい。でちょっと個人的にやりたいのが、あちょっとマント取りましたけど、ちょうどねこの武人騒動のリボルブチェンジ、はい、ギョーンってこう来て、これが、あ、普通に胸横に開いて、ここの片手が膝になるって感じか。で、上はさ、忍者だからね。うん。これ、ちょっと気になるんだよね。劇中でないよね。普通に。この、リボルブ、オン。してないよね。この、武人騒動は。いや、これもね、ちょっと見たかったな。はい。こんな感じで。はい。で、このさ、劇中では出てないけど、しっかりと玩具で再現できるっていうの、素晴らしいよね。はい。で、しかも上はちゃんと赤い、こう色が、この目の部分に塗られてるっていう。素晴らしい。はい。で、こうやってくっつけて、で、こうしたら、この、またじゃあ、これ被せるか。はい。こうやってかぶせて、で、武人騒動。あ、なんか、だいぶここ、暗い、黒一色だから、ちょっとメリハリがあまりないというか。やっぱこの、これと暗、あ、なんかちょっとでも、なんかスピードタイプみたいな雰囲気あるな。細いから、うん。この、武人騒動、やっぱこっちの部分がだいぶ、ボリュームあるからね、うん、ちょっと細く見えるね。でマントつけると、あ、でマントつけると、あ、似合うね、スピードタイプだこれ絶対、めちゃくちゃかっこいいじゃん、わー、あり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 、うん、いいね、なるほどね、これもありですと。でこうやってね刀持たせたりとかねできるわけですね、うん。やっぱ武人騒動はマントあった方がいいね、普通に、うん、やっぱマントあった方がかっこいいわ。ちょっとマントを取り付けますと、うん、やっぱマントないとね、はい、あーなんかやっぱいいね、これもこれであり、ちょっとこれにこっちの普通のタイクーンのヘルメットかぶせて見よう。はい、こんな感じになりますと。あーなんかえな、ありじゃない割と、うん、なんかやっぱタイクーンっぽさ出てるな、このま、やっぱこの黄緑がね合うからありですね。はい、おもろい、うん、おもろいね、ありだわ、なるほどね、やばい、この武人騒動めちゃくちゃ楽しめるぞ。これ。こんなに楽しめると思ってなかったな。正直。めちゃくちゃ楽しい。あ、ちょっとこれ今フィーバーのやつつけてるけど、ちょっとこのままさ、下、武人で行ってみるか。このまま下、武人で、上は、上、ヘルメット武人でもちょっとやってみようか。はい。ああ、はい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 。おもろいおもろい。ありなんじゃない？普通に、はい、で、あ、なんかやっぱこれ下半身ちょっと太めになるからかっこいいな、武人いいね、はい、ありです、これ、いや、めちゃくちゃおもろいね。じゃあ、あ、そんな感じで武人騒動だいぶ楽しんだんで、はい、こっちも行きましょう。いや、久々に出したこのアームドパーツ22点セットのこれ、めっちゃ久々に出したわ。はい。ハクビね。
ハクビと言ったらやっぱこれかな、うん、このボディかなと思って出してきましたけれども、いやいいね、はい、やっぱりこうやって、でこのハクビと、はい、こちらタイクーンね、はい、この兄弟をこう並べるってこともできるね。いやいいね、いやこのコンビでこうなんかめっちゃ戦ってほしかったな。であとは、はい、こちらね、桜井キュア、はい、この武人ソードバージョンねもできるっていうバージョンです。はい、めちゃくちゃかっこいい。はい、やっぱこの黒と黒だからこっちも合うね。うん、いいね。いやもうちょっとこの個人的にお姉ちゃんもっと強化してほしかったな。うん、まあまあまあね、うん、そのいろいろね、うん、物語の都合上ねしょうがなかったのかもしれませんけれども、個人的にギーツでね、やっぱお姉ちゃんねだいぶ押してましたね、うん、このなんだろう、ツムリとかねいろいろいましたけれども、ベロバとかね、うん、いたけど個人的にやっぱお姉ちゃんね、なんていうのこのなんか元気だったもんね、お姉ちゃんが一番、うん、このナーゴとかもね、うん、元気でしたけれども、一番お姉ちゃんが元気だったんじゃないかな、うん、元気な中で、ね、頑張ってましたからね。はい、はい、でこのナッチもね、はい、ナッチモンスターにできるし、はい、ナッチもね、ナッチスパロもいいキャラしてましたね、あの人なんか髪長い人ね、男のね、あの人で、ロポ、はい、いやロポとさゾンビ似合うんだよこれ。はい、こんな感じでね、このロポね、いやこのナッチスパロウとロポが最初出てきた時のあの人狼ゲームみたいなやつ、個人的に普通に面白かった。あの結局ナーゴが実はみたいなね、あの話、うん、ナーゴだとは思いませんでしたね、普通にロポとかかなって思ってたんで、うん、楽しめましたねあの話も。はい、ということで、いやどうだったでしょうか。え、個人的にこの武人ソード、これめちゃくちゃ大満足ですね。このリボルブチェンジフィギュア界の中でもすごい、めちゃくちゃ満足できました。まあもちろんね、このなんだろう、他のこのゾンビとかこの忍者とか、あとこの22点セットのやつとか、あとパンクジャック&ナーゴのやつとか、いろいろ持ってる上で楽しいわけなので、うん、まあ一概にね、このこれだけ買って楽しい買ったっていうわけでもないんですけれども、まあでもこの武人だけでももちろんねめちゃくちゃかっこいいで、いやこの赤のクリアパーツめちゃくちゃいい発色してますよね。こうやってかぶせてもちゃんと赤がね分かりやすいんで素晴らしいと思いますね。はい、という感じで、え、リボルブチェンジフィギュアってこれで終わりだっけ、もうないっけ、ないよね多分。え、ちょっと寂しいな、寂しくなりますね。いやちょっとマジでギーツロスがさ、ちょっとギーツロスだな、うん、いや本当にリボルブチェンジフィギュアって昨今のこの仮面ライダーアクション&なんかギミックありフィギュアの中でめちゃくちゃもうクオリティ高い部類で、しかも個人的にもすごい楽しめたんで、これなくなるのめちゃくちゃ悲しいですね。ちょっと映画版のも出してくれたら、うん、いいな、うん、まあ、ないかもしれないけど、はい、まあ、ということであれか、次はじゃあガッチャードの装着変身をね、はい、もう次はもうどんどん買っていくって感じかな。はい、あれもどこまで行くんでしょうかね。うん、なんか結構普通の、あのワイルドじゃなくて普通にスーツあるガッチャードのフォーム結構もう出てきてるじゃないですか。だからそれをどこまで装着変身で出してくのかっていうのがちょっと気になりますよね。はい、まあ、ということでちょっと最後ね話脱線しましたけれども、皆さんもよかったらなんかコメントねよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価、 TikTok X のフォローなどよろしくお願いします。ダルケルでした。